どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。まいコしこりしです。とんでもないものを、いただいてしまいました。実はですね、私、コレクター界の巨匠、ワッキーか山さんとね、とんでもないレアなものをちょっと交換させていただきまして、で、それがこのレターパックの中に入ってるんですよ。 これ裏面なんですけど、表面にですね、ちゃんとこう、ワッキーかやさんが届いたという印字があります。やばいね、これ。いやー、ちょっと緊張するわ。早速、開けていきたいと思います。まあ、私自身もですね、ワッキーかやさんの YouTuber いつも見てるんですよ。ちょっと緊張しておりますけども、ご対面しましょうか。そしたら、こちら。おおこん中に入ってますよ、すごいのが。 常村って書いてありますね。またこれもレトロな袋でいいですね。うお、直筆で書いてありますよ。大切に、ワッキー。この中の品物ももちろんそうなんですけど、この袋も超大切にします。もう一生の宝物なんで。ワッキー貝山さんの、まあ、ワッキーか山様のコレクション玩具を 入手できたっていうだけでも満足すぎるんですけども。ちろん今回これですね。私、これ、フェイラムネおまけ専門チャンネルなんで、フェイラムネのおまけに関連するものを交換させていただきました。とりあえず見ていきましょうか。こちらほー、まだ姿を現さないと。すごいなんか、 シール入ってるけど。ロッテ、悪魔バーサス、シール、コスモス、ワッキー。ワッキー、か山さんのシールですね。すごい、これ、レアなんじゃないのこんな感じで。この、ワッキー、か山さんって、コスモスのコレクションめちゃくちゃ集めてるんですよね。で、こちら表面。うわ、このシールやばいな。これ、非売品なんじゃないのこれも相当レアじゃないこれもめっちゃ大事にします。まあ、メインのこちらですね。 さあ見ていきましょうまず、こちらから見ていきますね。さあ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 。あ楽しいですね、こうやって。ティッシュに包まれて見えない状態になっているんで。こちら。うわーやばいこれはやばいもうね、やばいそれしか言えない、やばいから。こちらでございます。このしかめっ面そしてこの黄色の色。ボディのね。 で、このパイプ、吸引部分の青色。そうです。パイプおじさんでございます。ですけど、これはですね、パイプおじさんの元ネタなんですよ。やは、笛ラムネのおまけの元ネタです。で、私が所有するエラムネのおまけ見ていきましょう。こちらでございますね。ほとんど変わんないですね。だけど、こうしてみるとですね、若干 若干元ネタの方が顔の幅が大きいですね。で、こう、歯の部分もわかります違うの。歯の本数がですね、しっかり元ネタの方が見えやすい感じですね。ただまあ、同じ4本なんですけど、歯の本数は。ただ元ネタの方がくっきり見やすい状態になっております。これはやばいね。 顔がはっきりしてるね、元ネタの方がね。すごいね、これ。いろんな角度から見ていこうよ。はい、こんな感じですね。これ、大きさはですね、ふエラムネのおまけの方が大きいですね。で、この、わきカやマさんからいただいたこの元ネタですね。ここに香港の国印が書いてあります。ふエラムネのおまけの方もですね、しっかりこう、香港の国印が書いてあるんですよ。マジで、もう、過保うん。 一生の宝物ですわ。はい。という感じでございまして、やばいね。で、まさかのもう一個あるんですよ。それもちょっと開封していきましょうか。お、なんかピンク色だね。こちらでございます。うわ、やばいやばいめっちゃレア、これ。これもですね、私、フエラムネおまけ版持ってるんですよ。それがこちらでございます。<laughs> これやばいなー 最高なんだけど、これは本当に造形が全く一緒な感じするけどね。さっきのこのパイプおじさんは若干こう顔の幅が違うな。まあでもこれもほとんど一緒なんですけど、こっちの方がより同じ感じがしますけどね。やばいね、これ。これはちょっとやばい。レアすぎるよ。 で、若干ここが、あれですね、バリが取れてない感じになってますけども。これだから、もちろん分割できるんだよね。ああ、でも分割できないようになってますね、元ネタは。こっちもしっかりボンドで貼ってあります。これだから元ネタはですね、分割が不可能ですね。無理やりギャッてやれば取れるんでしょうけど、せっかくね、やっぱりこの1970年代のものですから、で、20円ガチャのものなんで、そんな貴重なものをね、こんな無理やり、 話したりとかそういうことはしませんが、まあこの笛ラムネのおまけの方はしっかり分割というかこうやって取れるんでね、そこは違うかなという感じでございます。で、こう、しかもこの2つはですね、なんと週刊文集オンラインに載ってるやつなんですよ。で、今回その週刊文集オンラインの記事、私の概要欄に URL 貼ってあるんですけど、ワッキーか山さんのコレクションが載ってるんですよ。トップ30。 1>, 1位から30位まで載ってるんですけどそれの第27位に妖怪パイプという名前で載ってるんですねでこの3つ載ってると思うんですけど妖怪パイプの写真がそのうちの2つをいただいたというもう やばいわ、これ。私が本当にこう、YouTube をやってなかったら入手できてないですし、それで今回こうしてご縁があってね、いただけたというだけでございますから。私が YouTube やってなかったらもらえてないですからね。これも多分、ワッキーカ山さんが当時多分、自分で当てたものなんですかね。ガチャガチャかなんかで。20円ガチャで。1970年代ぐらいのものって言ってたんで、そんな大切なものを私はいただいてしまったという感じでございます。 大切に、本当にもう過保ですよ、これ。はい。これはやばいですよ。本当にありがとうございました、おきいか山さん。これ上が元ネタで下が増えラムネですね。これ上が元ネタで下が増えラムネということで、ございました。はい。 嬉しいね、これは。で、一応最後にですね、私が持ってる脇か山さんの書籍を紹介させていただきますね。日本懐かしガチャガチャ大全これ脇か山さんが書かれた本でございます。で、今までね、5冊ほど本があると思うんですけど、脇か山さんの。まあ私、笛ラムネのおまけ専門的に集めてるんですけど、まあやっぱそれ以外にも消しゴムだとか、まあ昭和のガチャガチャだとかも、まあ、集めてるので、 ま、こう、そういうのの参考になったらいいな、なんて思って。こういう本もね、持ってるんです。ワッキーカ山さんの。私が一番最初にワッキーカ山さんを知った本なんですけど、このクワントですね。もう多分この雑誌売ってないんじゃないのかな。で、この禁断の消しゴム大集合ですね。はい。これにですね、あの、ワッキーカ山さんが載ってるんですね。これももう今から12年ぐらい前の本なんですけど、ここですね。驚くべきコレクター発見、ワッキーカ山さん。 剣山ということで、これで私はきーかやまさんのことを知ったんですよ。で、まだその時は、もちろん、こう、ふえらむねおまけ専門家、兼、まあ、ふえらむねおまけコレクターとして、専門の YouTube やってなかったんで、ただただやっぱり、なんか憧れみたいのありましたね。こういう、なんかね、あの、偉大なコレクターになりたいななんて、小さい頃思って、もうこの本を何回も読んでたぐらいなので、 いやー、その方からね、しかも、中間分身オンラインのワッキーかいばさんのコレクションに載ってる写真のものをいただけたっていうだけでも、私は、なんか幸せすぎるなっていう感じがしますけどもね。さあ、ということで、今回はね、とんでもない回だったんじゃないでしょうか。これはもう本当にやばいですからね。はい、レアすぎて、もう、一生の宝物ですよ。 ということで、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。